東海クイーンカップってことでやっていきましょう。秘密結社フェアム創生ハッチでございます。こちら、ヤトミのメインですね。 SP1 ダート1700メートルの、牝馬限定重賞グランダムジャパンってやつですね。グランダムジャパンシリーズ、こうやってね、牝馬をちゃんと競争で使う、これがね、馬場をしっかり埋めて、競争ね、レース数増やしていくために大事だった時代があったんですよ。正直、一周回ってこんだけ生産頭数が増えてくると、牝馬を早めに繁殖に回すことで、生産のさらなる拡大と、レース数をある程度抑制するのに役立って、グランダムジャパンの役割は一つ終わったんじゃないかっていう逆の考え方ができるようになってしまう。それがいいこととは言いませんよ。どっちがいいかはわからないんだけれども、というね、嬉しい悲鳴が聞こえてくるような昨今の競馬事情。ただそのバブルも頭打ちかな。じゃあどうしていこうかっていろいろ悩ましいところ。常に牝馬はね、ちゃんと競争に使える体制を整えておいてあげるって意味では意味があるのかもしれない。いらんことを言いましたけどもね。レースの予想に移りましょう。軸は11番。今をときめく。南関東の重賞では負けてきてますが、外枠もプラスに出るでしょう。弥富競馬場のね、等高線とかその辺の間隔多い競馬場に近いんでね、結構外枠有利の競争が発生しやすいんじゃないかというところも含めてなんですけども、もちろん競馬も上位ですし、南関東からの出稼ぎってことでね、ここは稼がなきゃいけないから来た。狙っておきたいと思います。そして1番オリオンハート。これもね、もちろん上位の名古屋勢。前走の敗因が不良馬場だとすれば、今日はなんとかなるでしょうみたいな感じでね、いきたいと思います。そして4番の虹色ハーピー。前走休み明けは掲示板を外しましたが、姫路で重賞勝った、来年リーダー記念2着というあたりね、ここも評価をしておきたい。そして10番の誠ビエルジ。JRA で大敗続きの後、移籍してきて移籍後連勝。ここら辺のレベルはこんなもんか。JRA の未勝利馬じゃ南関東勢に太刀打ちできんのかなとかね、その辺で紐までの評価。そして12番のプリムロゼ。園田でね、重賞を含めてまだ連を外したことがない馬。これも外がプラスになると見れば、この子も入れておいて、今回はね、こういった形でまたやっていきたいと思います。皆さん、チャンネル登録、グッドボタン等ぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。